構人が多いから走りにくいですね。これ早朝に走った方がいいですね。結構ずいぶん桜が咲いてるのがいいんだな。ちょっと腕にモニターをはめてるとわからないんですよ。だから自転車のシャフトのところへですね、三脚のあの真ん中のところをあのベルトでこう縛り付けて、その運台の部分のだけを使うと。で、あの運台だったらカメラをあっち持ってったりこっち持ってったりできますからね。で、こっちですね。ずいぶんこのちょっとこれ危ないと思うな。カメラがこう、いっぱい見てますけどね。わお、Not winning.今日は金曜日で平日なんだけれども、4月4日でしたっけ？まあ学校が休みなのでいっぱい来てるんですよね。まあ、こういう状況じゃちょっとあかんかも。威力発揮できてないですね。これ水分っぽく走らないとね。随分屋台が出てますね。やめればちょっと噛みつけます。これはヤブさん、イライラするばっかりで、ストレスが溜まります。やっぱり上の山へ登っていく人たちも多いですね。下の池を見てから自転車を押して歩いてるんだけど、歩行者の足に冷えそうに冷えそうに、歩行者の足に体力がぶつかってしまった。参ったな。これね、同じ側で歩くとね、足もついちゃうから、対面コースにしましょう。
走りにくいな。やっぱりついてって行こうならないんだな。アクションカーもやるといいね。で、満足してない。たまたま横浜だったから。走りにくいんですけど、あったね。なんだね、これじゃもう一回晴れてる時に早朝にでもチャレンジしましょう。これじゃ走るね。トロトロ走ってたんでもアクション感も意味がねえもんね。高速で走んないと。ハスデッキ、先月19日に来た時に、ね、閉まってたんですけど、ハスデッキオープンしてますね。で、ハスミジャヤさんは13日までやってます。これですね。だからあと10日ぐらい、あと10日ぐらいでこの場所を撤去して更地にして東京都に返して、でなんか東京都ではその後なんか計画してるようなんだけど、ハスミジャヤの人はちょっとわからないって言ってましたので、ちょっと一回自転車止めて歩いて、電車でもいいか、よいしょ、まあ、こんな感じですね。これ先月19日に閉まってた時にですね、もうやたらゆりかもめがこの欄干に止まってましてね、踏んだらけだったんですよ。だからこれオープンした時にこの糞どうするんだっていうふうにその時の動画では喋ってるんですけど、やっぱ掃除しましたね、ちゃんとね。これ咲いてるのはあれは何だ、勝負か。これは何だろう、夜閉めちゃうのかな。ここにゲートがあってね、分かんないけど、はい、一周していきました。春の暖かい日で大勢の人が来てますね。まあ上野は近いので、近いっていうか駅から近いし、地下鉄なんかもいっぱいあるから来やすいんですよね。山さんは自転車で何だっけ、 2.7 キロだっけ。で三島天神と同じぐらいの距離だと思ってるけどな。種類が違いますね。その言う人じゃなくて、なんかボタン雪みたいな感じで、ボタン桜。まあこれ、上野公園と同じようにたくさんの桜が咲いてますね。これ花桜でしょう。違うか。大島桜じゃない。
しまう。桜はそれも600種類以上あるから、適当って言わない方がいいんだよ。無駄を見てから、これは多分オシマザクラだろうって言った方がいいんだよね。これは明日晴れるから、明日はものすごく混雑するんですよね。明日の早朝60度してみるかな。型のモニターっていうのはどうしても腕にはめてやるって、見るときには手を離さなきゃなんないのでやっぱりダメですね。だからあの自転車の真ん中のシャフトのところにあの三脚のあれをつけてそこの途中にモニターをマウントするというような、セッティングを今考えています。ここでビニールシート敷いて円弧やってますね。であのこっちの下の通り側の方に来るとやっぱりなんていうか奥下のバスの行きっていうか空いてますね、こっちの方がね。冬の寒い時にあの愚痴ばっかり言ってたのがこの、 あの、板であるレンチですね。オブレスさんも戻ってきましたね。冬の間寒かったからどっかに避難してたんだけど暖かくなったから戻ってきたということですね。ちょっともう一周したいけどちょっと混んでてこれじゃ走れないからやっぱりあの空いてる時に行きましょう。空いてる時に走らないとアクションカメラを撮影してる意味がないよ。まあこんなとこですね。ちょっとモニターがよく見えないからね、ちゃんと映ってることがわからないから、まあ、家帰ってチェックしてみましょう。